家の近所に海鮮居酒屋マルシゲがあって私は幸せだ。大将の趣味は市場にお魚を仕入れに行くことだ。柳橋市場ではマルシゲの軽トラを見かけたら勝手にお魚を詰め込んでよいという暗黙のルールがあるようなのだ。最近は牡蠣を大量に積み込まれたらしい。牡蠣チーズ鉄板というメニューがぶら下がっていた。これは明らかに大将の字だ。ものすごく下手な字なのですぐにわかる。字は下手だが料理はダイナミックで気持ちが良いタイプだ。決して繊細ではない。試しにオーダーしてみると、牡蠣のチーズグラタンっぽい料理で牡蠣が大小20個以上入っていた。多分大きさのばらつきが大きくて扱いにくいやつが丸しげに回ってきたのだろう。牡蠣のグラタンなら粒のばらつきがあっても大丈夫だ。牡蠣の亜鉛は弾性機能の強化に役立つのでしっかり食べた。さすがに20個以上の牡蠣が入っているとお腹いっぱいになる。こうやって常連さんたちが頑張って食べる。それが丸しげ流なのだ。Thank you.